おスキルさん、これはもう検証しがあるぞ。どうなるかやね、どこまで跳ね上がるかやね。これおそらくだけど、なんだっけ、バハミぐらいの性能が出てくるから、初心者でも一応扱えるつもりだし、バハミ並みにとんでもない化け物性能してるから、不正が4。あ、本当だね、6個ついたら610になるから、そこ狙えばとんでもないから上がるのか。あー、ダメだ。そういうのはちょっと、この時点で結構コイン稼げてるのよな。これちゃんと丁寧になぞった方がいいね、時間かかっても。普通に性能が高いんで、はい、ここ。うわー、えぐー、なんやそれ、めっちゃ入りすぎだろ。600コインくらい入った、今すごい入ったんだけど、コイン数。あー、ダメだな。軽さもまあまああるよね。あ、いいね。ってことは5個6個ぐらい消した時にもう一回狙えればとんでもないぐらい稼げるってことか。あ、え、うん、うん、ミスったね、今させミスっちゃった。ミスってもこの性能やったらもう単の化け物や。3188%。まあでもこれでも全然いいよね、これでも強い強い強い。だから低スキルだったらできれば黄色を4つ消したい、4つ以上、それだけで結構変わります。5で跳ね上がるんで、どうこれで6、どう、ナイフ93%。うわー、えぐえぐいえぐい、やばい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 、これ絶対修正入るわ、これ絶対修正入る、とんでもないって、ほんとただの化け物じゃん。修正入るか、多分二度と帰国しなくなる、これはサイレントで。